国際日本文化センター所長心理学者の河合駿さんと京都大学名誉教授数学者の森剛さんにお越しをいただきました。命大切にしてますかというテーマでお話をお願いしております。という大変堅苦しいご紹介を最初にさせていただきましたが、お二方は、まあ、実に座談の達者でもいらっしゃいますので、私の方は一切口を出さないという覚悟を決めたわけでございますが、まあ今もご紹介しましたので、森先生からこの脳死の論議ですね、このところいろいろ重ねられました。これがまあ今ご紹介したような内容で、これから推移していくと思うんですが、このことについてはどんな感想を持ちたい？あのね、先ほどの河合さんに頼まれたから書いたんですけどね、はい、数学者として書けという無理な違うんだけど、数学と C なんて関係ないのにと思いながら書きましてね、はい、で大体生も死もそんなによく分かってないんですよ実際で、そやけどまあ自分でああこれ死ぬことやと思ってもう近いしね、でこれはあの、自分の問題としかしゃあないんで、で別になんか死決めてもらわんでもええわという気もあるんですけどね、そやけどまああの世間の中で生きてるから、世間で死を認めこういうのも死よって言って認めてくれる許容範囲は多い方が僕は安心できまして、ただ一つでないといかんというより、僕はなんか10種類ぐらいの死の概念があってねそう言ったらもう早い死んでる人たくさんいますからそうそう、その方が楽でやないかという、で脳死そのものに関してはね、僕はね、こう自分という意識があるのが生きてることでね、でその意識がなかったらもう生がないんやから、死んでることでしゃあないんちゃうという割に、脳死に対して許容度高い方ですな。あ、私はね、今言われたように2つあるでしょ、その死んどう人の人、それで曖昧だという人がいるんだけど、だいたい日本人っていうのはもう生き方が曖昧なんだからね。僕なんか曖昧よ。そうでしょ。だから死に方曖昧にして、これ非常にうまいこと考えたなと思いましたね、何も一つにせないかんなんてこと絶対ないんですよ、だからなかなか日本的解決をやったと思ってるんです、法律の人は困るらしいですけどね、そう、でまあ困る人もおっていいんじゃないかと、で何かやっぱりこの、ね、困る人なんかいないと面白くないんで、誰も困らんとスイスイとね、こいつ死んだって言われたらたまったもんじゃないんで ね、やっぱりこううろうろしたり曖昧になったりする方がね、いろいろ味が出てきて、本来ややこしいことに解決をさせたがるのはちょっと困るね。そうだから曖昧な解決をしたっていうのは僕はなかなか日本的だと思いますよ、でその意味というか、そこをはっきり押さえておけば外国に対しても面白いと思いますね、ただ曖昧なものの曖昧な場合は説得力がないと思ったら大間違いなんですよ、曖昧なものだから説得できるね。僕らはそれでごまかして生きてるから、ね、そう、僕らはもうそれで頑張ってきたわけで僕らってあんた急に森さんまで言うの悪いけど、まあ似たようなもんだそういうか、河合先生あれですか、はい、日本人の、まあ、言ってみたら死生観というのもいいんですか、そのまさに曖昧、そうですね、大体日本人はその区別する境界っていうのをちょっと曖昧にするのが好きですかね、人間と動物の間でもそうだし、人間と自然の間もそうだし、だから生と死の間もちょっとこう曖昧にしてある、だからまあ行き来も我々簡単な代わりにまたはっきりもしないっていう、そういうやり方じゃないですかね、その方がなんか僕は実情に合ってる感じがしますけど、もがりなんてのはあれはすごいですね、僕はあれ好きなんですけどね、僕も、なんか死んだ死んだとか言ってねそうそう、なんかそれ眺めてるという感じでね、あれは特にね、昔の場合はね、もがりをしてたら一回ってくる人がいるんですよ、でそれでね、日本領域とかね、今昔にもありますかね、見たら一回って話はだいぶ書いてあります、でその一番長いので17日目に帰ってきた、1回ってきたやつが書いてあります。それほんまやろか、それはちょっとわからんね、物語ですからね、でそれはどこまで本当かわからんけれど、また面白いのはね、その人はね、俺が死んだら
最寄りの期間を長くしてくれて頼んでるんですよ。から何かよかなかったんですよな。で17日目に帰ってくるっていうのがありますね。だから昔はだからそういうやっぱり死というのをプロセスとして見てるんですね、それも面白いと思いますよ、ただ当節17日もまだ生きてるか死んでるか分からないと周り迷惑しますよ。やっぱりねこの辺で死んだことを言ってケリつく方が気楽ですね。それはそうです、はい、もう今の社会ではちょっとね、もうすごい贅沢ですね、最高の贅沢かも分からない。家族なんかたまらんねん。17日間も儲かりやられとったほんでもうそろそろまたバー一回できてねなんだお前らなんで、あれ多分いろいろ医学発達してるから無理に長生きさすことがだんだんしやすくなってるでしょ。でまあこの辺でもう潮時やっちゅう気分があんのちゃいますか、ありますね。お医者さんもそれから家族も患者さん本人もね。それがねおっしゃったようにそういう時というものが、みんなの心の中でぐっと熟するような関係にみんながあればいいんです、そうでない場合があるんですね。ああ、そうですね。それが困るんですよ、だから本当にうまく生きてたらねそれは大体そうなると思いますよ、ところがその生きてる間にいろいろこうあって積み残しをたくさん持ったままでそうな死がやってくるし、お医者さんはお医者さんでいろいろ全く違うこと思ってられたりするとね、早くこれ死んどったろうと思ってられたりするとねなかなか綺麗になってもいい。遠くなってますからねはいはいはい、前アリエスの本読んでて感心したけど、昔はなんか不慮の死っていうのが最大の不幸で、死ぬ時にはできるだけいろんな人に死ぬところを見せつけて死ぬというのがいいんで、で死ぬ人がいるとこう街歩いてる野人までどれどれとか言って見に来るという、そういう時代あったんですよね。これはちょっとどこのあれだったかな、あれはヘアインディアンでしたかな、確かそうですわ。原博子さんという文化人学者がやってるんですけど、それはやっぱりある時に守護霊がですね、もうお前は死ぬって言うんですよ、でそうするともう分かるんで、みんな全部親戚とか呼んできて、そしてご馳走してわーっとやって、そして死んでいくと、そしてその死ぬ時にですねこういい顔で死ぬっていうのがね人生の最大の願いなんですよ、それがありましたね。鶴見俊介さんが好きなインディアンの話ありましたね。なんかインディアンのおじいさんがね、子供とね、今日はええ天気やし、今日は死ぬ日にええなとか言って、ありますよね、山行って、ありますね、うろうろしてて、そう。だけど、どうも今日は死ねんわ、また今度にしようとか言って。あります、知ってます。あれ面白いですよ。あれ面白いですね。ああいうふうになるのはすごいと思いますね。だからその場合は自分で生きてる間にその死ぬということがすごい最終目標みたいになって生きてるんですね、でその点ちょっと今のいわゆる現代人というのは生きることの方に忙しすぎて、死ぬことをちょっと忘れてしまってる人がいて、そうなるとややこしいかと思って、そういう変化というのはここ今現代人とおっしゃったんですが、ほんのここ100年とか、そうちょっと日本の場合は特にそうですね、日本の場合はやっぱりそれは戦後すごいですね。もうすごい戦後すごいですよ、逆に言えばね、日本は終わりにね死が近すぎたって、そうです、近すぎたんです、すぐに簡単に死にましたからね、だから戦後は生きることが大事だっていうのに切り替えたことあるんですけど、そのために今度は死を全然捨てちゃったという、それねもうおっしゃる通りでね、僕なんかも戦争前のこと知ってるわけでしょ。だからその時は本当にもうみんな死に近すぎたんですよ。でそれで生きることなんかもう問題外みたいだって、でところがやっぱり戦争に負けてほっとこうものすごい方向転換でいかに生きるかというところに集中して、せっかく日本の持ってたその死の方の文化をコロッと忘れすぎてね、というそういう感じ確かにしますね。そうありますね、なんかちょっと極端に、極端になりすぎたっていう、本当はその死ぬことに対するあれはもう日本人はもう長い長い歴史の間たくさん持ってるんですけどね、この頃
少し、しかし、死についてとか、あ、出てきましたね、学校で教えようとかね。そう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 、ちょっと帰ってきましたけど、どうなんでしょうね、それも、下手するとちょっとマニュアルみたいになってきて、ああ そのマニュアルの最たるものがオウムだと思いますけどね。あれはちょっと怖いですね、またね、マニュアル化してきた。そうそう、つまりね、だからこうやってこうやってこうやったら死んでもちゃんと来世が保証されますというような格好で、つまり浅原昌光さんを信じてやればいいというようなね、そういうことになっちまう。全体的には多分これ近代かもわかんないけど、説明がつきづらいことに対しての許容度が減ってるんですよ。そう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 、はい、もうそれね、それは一つはもう昔は何でも説明抜きやったでしょ。説明抜き頭ごなしって言って、僕らその理屈が、やったけどね、理屈が好きな方やからね、そこで理屈こねては怒られたんですよ本当にね。すぐに昔なんかね、その先生が何か言われた時に、それはなぜですかって言うんだけでもだいぶ勇気がいったんですよ、で僕は勇気がなかったけどね、理屈が好きやからついつい言ってもらうんですよね。そして怒られてたんですけど、その終戦後ですね、今度何でも理由があると思いすぎるんですね。そして説明がなかったらもう、いわゆるように死もたまらんと、だってやってもらってるね。これはひょっとしたらね、大学にいましたしね、2人とも。研究者の方は非常に良くないことで、わからん状態っての方が多いわけですよね、そのことは。そう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 。わからんから研究するわけで。そう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 。なんかそれが、こらえ性がなくなったらね、そう思いますね。研究者でもこらえ性ない人あるでしょ、ね、分かったことばっかりやってる人、で分かったことばっかりね、どっから聞いてきて覚えとるのが研究者を求める人がいるんですよ、全然それは大間違いで、分からんことをずっとこうずっとね、そこに座り込んでるっていうのが研究者でしょ。で生と死なんて分からんのの最たるもんですからね。そうです分からんから大事なんで、そうそう、で分からんなりに生や死を考えないかんわけでしょ。で僕、私の考え方やったらね、分からんの中でせっかく自分が生まれてきたんやから自分なりに考えようやないかと、あるいは自分なりに生きようやないか、しかしそれはね、こういう生き方が正しいから生きてるっていうんじゃなくて、やっぱりこう探索してるわけですよ。そうですね、あれやったりこれやったり、はい、で死の方もそういうぐらい考えていいんじゃないかと思う。おそらく戦前の死が悪かったのは、死ぬ成果になるものが決まりすぎちゃったね。そうですね、上から、そう分かってるということにしすぎちゃったんで。そうですそうです。それでそれが分からないから僕はすごく苦労したんですよ。その戦争中にね。で、戦争中のことを思い出したらね、本当に僕は中学校の2年、3年でね、みんな国のために死ぬって言ってね、実際にこう、その兵隊の学校に入っていくわけですよね、よかれんとかみんなね、どう考えてもね、国のために死ぬ気は起こらんんですよ、ね、で国のためっていうのは思ってたんです、つまり愛国少年ですからね、思ってるんだけど、なんでそう簡単に死なないかんのかね、それがね、どうも了承できないんですね。ところがあの頃ね、もう死ぬことがわからんとか、死ぬのが嫌だなんて言うたら、これ非国民ですよね、もう。僕、非国民やったな。僕も、ひそかな、隠れ非国民やったわけですよ。それでね、すっごく悩んだのを覚えてますわ。そやけど、逆に言うたらね、死ぬ確率ものすごく高かったですからね。ものすごく高かった。なんか、やっぱりなんか、戦後、サルトルなんか流行って、不条理とかあったけど、もうそういう不条理ってのはあの時に全部体験して今頃何言ってるんやという感じしたら、いやそれはすごい不条理体験を、してるわけですね、その中でちょっとでも理屈を通そうと思って、森さんはあまりそういう時にはの教師と摩擦を起こしたりとかあまりそういうことはなかったんですか。中学2年生ぐらい前ですね。3年4年世界中世高校になるとだんだん悪ずれしまして、もう隠れというよりね、慣れ合ってましたね。なるほどなるほど。もうだいたいね、割に札付きやったですからね、でね、うっかりこれが問題を起こしたら、
校長さんも海賊将校さんも困るというような感じで。いや、それはそうですよ。もう本当になんかちょっと慣れ合い感覚ですね。どうもそういう気分やったですね。けどまあ、これはおそらく大阪へ工場に行ってましたからね。そうそう。で、空襲なんか帰ってきたりしたら、な死体踏んづけるぐらいのことはありきたりでしょ。そうです、そうです、そうでした、ね。私はね、そこまで近くじゃなくて、痛みにいましたから、ね。本当に人が死んだのまで見てないんです。あ、そうですか。ところがもう大阪に行ってる人、神戸に行ってる人はみんなその体験してますよね。で、おそらくこれはそれは死を日常的に見るとね、今おそらく公園でなんか小鳥の死骸見た方がびっくりすると思いますね。うん、日常的にあると、あ、死ぬもんやと思うわけですよ。そう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 、人間というのはそれでも本当にね、さっきいい顔で死ぬということが最大の価値というようなお話ありましたね。そういうどういう顔で亡くなったかという、うんうん、亡くなるかという、はいはいはい、それを見る、それがチャンスって変な話ですが、減ってますね。みんな病院で、あ、そうね、そのわずかの人にだけ見とられるっていう変わりようになってしまったんじゃないでしょうかね。うん、そういう点で言うとね、そのさっき言ったヘアインディアンなんていうのは、文明からほど遠いけどすごい文化を生きてるっていうふうに言えますね。みんな読んでね、全部招待して、うん、そしてみんな見てる中でにっこりと死ぬわけでしょ。まあ、大したもんですよ。で時々それもね、守護霊の聞き間違いがあるらしいんですよ。そしてね、もう死ぬ思ってみんな意固地として待ってるんだけど来ないんですね。やっぱりやめやっていうふうになってね、やっぱり難しいらしいですけどね。しかしそれは上手にやれる人がいるっていうのはやっぱこれはすごいことですよ。なんかやっぱりちょっと分からんけれど死ぬという感じで死を、うんうん、そのね、いい顔を言ってもね、全部分かって死ぬのが、うん、じゃないですよね。分からんなりに、うん、その人なりの顔でしょ、うん、それがね、しかしそこのとこがやっぱり一番難しいところじゃないですか、うん、その本人なりに分かったと思ってにっこり知るのと、うん、分からんなりに行くのと二手あるみたいに思いますね。あ、そうですか。うん、その辺がこれからの研究課題だと僕は思ってるんですけどね。僕はやっぱりね、そんなにね、悟り済まして分かってにっこり死ぬっていうのはこれまたね、これも戦争体験多分って、なんかヒロイックな死とかね、にっこり笑って死ぬというのにアレルギーがあるんですよ。ああ、なるほど。そういう言葉が高に使われましたね。もうそんなんも嫌ほど聞きましたからね。必ず、万歳と言って、にっこり笑ってというのが。で、そういうふうに完結した死っていうのがね、なんかかえっておかしいんちゃうかというか。ああ、なるほどね。私はその辺はまだそれもオープンですね。はあはあ、そういうのあるかもわからんというのと、からんというのと、いや、僕個人としてはあんまり、やっぱりちょっと納得いかんけども、うん、という感じで死ぬという方が、もう普通ちゃうかという感じがあってね。それいいですね。死に際の一言、俺はまだ納得しとらんでとか。そういう感じね。それもすごい。せやけどしゃあないという。しゃあないと。しゃあないって。かそのね、そこのところはね、非常に面白いところですわ。私はね、もし納得ちゅうことがあるんやったらやってみたいと思ったんですよ。思ってるんですけどね、そこも完全にオープンですね。これその納得のところはやっぱりヨーロッパなどと、この先の小戸の例、やっぱりアジアですか。これはね、いや考えたらですね、その納得のために宗教があるみたいなもんで、ね、まあいろんな言い方ありますけど、宗教の一つのもうその大事なことでしょ、その死をどう納得させるか、でその時に何も最後の審判ということがあるとはっきり分かっている人は、そう思ってやっておられるし、それから極楽浄土で生まれ変わる人もあるし、輪廻転生する人もあるし、それは人類というのはもう意識というものができてからですね、意識っていうのは途方もないもので、要するにこの意識がなくなることを知ってるわけですよ。これもすごい面白いことだと思うんですよね。それが意識の特徴で、そうすると今意識してるのにね、これがなくなるっていうことを
どう納得するかっていうものすごい難しい問題があって、うん、それに宗教者は答えようと思ってすっごいいろいろやってきたわけでしょ、うん、僕はねどっちか言ったらね先ほど脳死っていうのはもっともらしっていうのは意識がなくなってからまでね、こう生きてるというのはあんまりこうイメージがわからないわけですその魂がね極楽であれどこであれ意識がないのにどうやって極楽にいるということが認識できるであろうかというそれがなんか分かんないよね、はいはい、だからその辺がね、はい、本当に面白いんじゃないですか、うん、それ各宗教によってみんな違うんですからね、うんうん、これはねまあ精神分析なんかの人がね、はい、アイデンティティか自己というでしょ、はいはい、自己というのは意識の最たるものですよね、はいはい、意識がなくなってからまでね、はい、その魂になるものがね、うん、意識を持ち続けるというのはなんか矛盾してるような感じがしてね、うん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 、で魂というのはね、解散なんかもよく言うけど、うんうん、僕はいくらかね、うん、こうその存在する場としてこうバーッと拡散した感じであるというイメージがあって、うん、で自己ってのはかなりこう凝縮してるでしょ、うん、これは俺だそう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 です、でその点では解散言語派やけど、うん、集合的無意識みたいなねわっと拡散してる感じの方が僕はぴったりするんですけどね、はいはいはい、これはひょっとすると宗教にも関係するんいや大いに関係しますよ、大いに関係しますなんかね、うん、こう地獄や極楽は別としてお釈迦さんはなんか最後寝とるでしょ、うんうんうん、でキリストさんはまああれ無理やりやけど十字架に立って天に向かって立っとるでしょ、はいはい、なんか天に向かってこう垂直的になるとね水平的だという2つのパターンがあってねなんか僕はお釈迦さんの方が水平的でパーッとこう分散していく雰囲気があって好きなんですけどね、うんうんうん、これは単に好みの問題ですけどいやそれをねその例えばすごく面白いですね。だからなんとかギュッと凝縮してるやつがずーっとお釈迦さんじゃないけど横になって大地の中へわーっとこう、うん、あとはそうですねというのと、うん、なおかつこう結立して天に向かっていくという、うん、これはやっぱりまあ最後のあたりは好みの差というより仕方ないかもしれませんけどね、うん、それは好みなんて言ったのは不信心な二人が言ってたんであってとそれは真理というやつがあるのだという人もいるかもわからんけど、うん、それは死んだ後のアイデンティティという問題はですね、これはもうおっしゃるようにもうすごい難しい問題で、で下手なことを言うとまたすごいまやかしというかね、人を縛ってしまうというかね、そういうのがあるでしょう、でこれも私もちゃんと分からんですな、分からんけど分からんけども分からんからほっっておこうというんじゃなくて、分からんのが面白いので、いろいろあれ考えたりこれ考えたりやってますけどね、なんかね僕はね指数的に薄れていく感じがあるんですよ。例えば子供とかなんとかずっと孫とかひ孫とか言ってもね、はい、まあこう非常に割り切って DNA で言うと、うんうん、親の遺伝子は2分の1でしょ、そうそう子供は、そうそうそう、で孫は4分の1ですよね、うんうんうん、そしたら10代だと1000分の1でしょ、はいはいはい、そしたらなんかもうざーっと分散して、うん、確かに残ってるには残ってるけど、うんうん、1000分の1やでという、うんうん、僕はそういう感じがありましてね、うんうん、でその考え方をもっと広めると、うん、自分は、まあ、自分というつまり自分はこれが私ですと言ってるような私というのは死ぬわけですね、うんうん、自分で意識してる、意識してる、その自分存在みたいなやつをね、うんうん、ずっと拡散して拡散して、ずっと永遠に残っていくと、ただしその拡散してるから、はいはい、非常にこう凝縮の反対でものすごく分散してるに違う、はいはい、拡散というかね、拡散ですね、はいはい、でひょっとしたら自分が凝縮してるっていうのに今思ってるのはこれ思い間違いであってね、本当は生きてる人間もねそうそういくらかそうそうすごい思い間違いをおかしてるなって、本来はもう
格差も生きてるんだけど、はい、という そっちをものすごく強調するのは仏教だと思います。ああそう、ああ、なるほど、ね、だから心配せんでもいいと、はい、お前はもう格差の一部なんだという、はい、いうちょっとそういう感じしますね、はい、仏教を読んでるとね。でその時に凝縮してきたその私というやつをもっともっとという考え方を持っていくと、なんかキリスト教的な考えに行くような感じ、うん、やっぱりなんかね、その分散と凝縮というのの違いがあるんですね、はい、あれ前これあの仏教かどうかわかんないけど、あのいつかインドのドキュメンタリー読んでて、で僕はものすごく好きなんだけど、こう大工のおじいさんがいてね、でいろんなこう凝った細工してるわけですよ、祭りの出汁かなんかで、で別に秘伝でも何でもなくて、その子供やら孫やらがこう手伝ったりしながら真似してね、周りのお弟子さんみたいなのもろろしてた。ところがね、日本と違ってね、後に伝えようという意識が全然ないですよ。あ、うん、でそのままこう消えていくもんやったら神さんが気に入らなかったんで、消えていってよろしいから、うん、それでまた神さんが必要になったら誰ぞまたやりますからって言って、そういう感じなんですね。あ、いやいやいや、なんとなくインド風でね、そうそうそう、いやそれはもう一つのものすごいあのはっきりした考え方ですね、それともう一つはあのせっかく俺がやったんだから次継承してて ね、うん、ねそれがだからその継承されたということでまるで自分の命がそこに残っていくように思うというのも一つのやり方だけど、あのそんなこと思わんでもねといういやその辺はどうなんかな、だからその時にね私の考えではあのこれが正しいと思わんことやと思いますね。あで自分はせっかくこれやったんから継承者を探すべきであるとかね、 そうそうであの人は継承者がいないからダメだなんて言うんじゃなくて、うんうん、そういう人もそうですね、やる、であのもう継承させて喜んでる人もいると、うん、多分人間 その生命の流れというのはまあ歴史でしょうけど、歴史ってのはよくこうずっと残っていくことを言い過ぎますけどね、うん、やっぱりその分散と凝縮と両方あるでしょ、はいはいはい、連続しながら変化しながらそれでも全体として残っていくという、はいはい、そうなんですよ、だから極端に言うとあのまあ今日こう会って話をしてるということもその流れの一つですからね、もう今仮に僕が死んだとしてもそういうの全部あったわけだから、ね、うん、という電波でこうなんとなく伝わったりそういうふうな考え方も僕非常に面白いと思ってる、この頃、この頃よく、その電波メディアであるから僕はだんだん電波的存在になって本当はいないんだとか本当はいないんだけどほんでもう今からですねもう1万年ほど経ってですねずっと宇宙の果て行った森さんの声が聞こえてきて電波森はまだ森じゃないかとかいうことになりますよね、そういうなんかいろんなすっごいイメージがたくさんあるのに、一つのもんだけにポッと縛られて、ね、そうですね、っていうのはやっぱり残念な気がしますよ、どうもなんか一つに絞って一つの面だけがね、うんうん、あの例えば凝縮とか持続とかそういう面だけが出て、それでなんか窮屈になってんだな、でもうその凝縮の最たるものがせめて俺の堂々でも作っとくかそうそうそうこのしかしね堂々作るのは早いになりましたな。あそうですか。いや一時よう堂々があったけどこの あんまりないですね。あんまりないでしょ。ペンキ塗られたりするからね。いやあれねちょっとみんな懲りたんじゃないですか、ペンキ塗られたりなんか、あそう、ね、見て、俺もね100年後にペンキ塗られてたまらんと思って、これは原理的に言って全くあの民主的にはできこないわけで、全ての人間の銅像を作ったらものすごいことありますからねでも面白いと思うけど、なんかそこら辺に銅像がいっぱいあったりするとそういったらそれはやっぱ墓がそうですよね。墓はね、あのみんなが本当に全部墓作ってたら大変な、これはもう地球上墓だらけじゃないですかね、うん、あやっぱりいくらか崩れていくもんでしょ。そう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 、うん、でまあ日本の場合は江戸時代ぐらいからと言われますけどね、あのお寺さんなんか聞いてもあの供養なんかでも普通100年経つともしないって言いますね、あ特定の人以外は、
檀家さんの、うん、それぐらいがちょうどあの南海期とかってあるでしょ、はい、あれやっぱりこうだんだん薄れていく、うん、あれですからね、うん、今の無理せずで言うともう非常にうまく拡散していくわけ、ね、拡散してると思う、ね、ずっと、うんそれは拡散すると言うと言ってもいいし変えると言ってもいい、ね、ああだいたい土ってのはそういうもんですから土に変えるというのはそういうもんですか、ね、まあその頃でお帰りになるから、それまで世話しようという、そういうわけでしょうな、うん、あもがりに100年かかるのかなそうもがり100年そうかもしれない、ね、もう忘れたわというのでいやそれはそのぐらいの感じもあっていいかもしれません、ね、子供の頃にあの、うん、古事記の、うん、まあ神話ですね、神話としていろいろ読んで、はい、なんかあの生まれるとか死ぬとかいうの、はい、我々たくさん出てくるんですね。いやそれはねやっぱりもう今我々の話しているように生まれる死ぬくらいもすごい大切なことですから、うん、もう神話はもうそれに満ちてますよ、やっぱり。そうですね、はい、もう そのこと扱わなかったら話にならないわけだから、うんだからあのイザナギイザナミの話なんていうのはね、僕は世界に比べてもなかなか面白い話だと思いますよ、うん、あれは、うん、よくできてますよ、はい、うん、黄泉の国へ訪ねていきますね。 あれもがりの間でしたね、要するにね、言ってみれば、うん、でもがりの間につまりイザナミの、 あの体が腐っていってるわけですね。そのこととあの話とかこうどっかでこう重なっていくわけですよ、うん、そういう現実がね、うん、でこれかなわんって言うんで、はい、最愛の奥さんのはず、うん、だけどそこから逃げ出すでしょ、うん、そうそううん、あの辺の感じはその、うん、世界中にいろいろ神話はあると思いますが、うん、やっぱりこう、うん、例えば西洋と東洋の違いとかあるもん、うんうん、西洋と東洋って例えばオルフォージスがあるでしょ、そうあれもちょっとどっちか言ったら中近東系ですよね、うん、そうですあのギリシャ本土よりは、あんまりそのギリシャだとかあれギリシャ本土、うん、本来のギリシャとか、うん、だからユダヤあの経緯とか、うん、そういうのはあれにかっちりしてるんですけどね、うんうん、いろいろあるんちゃいますかね。いやもうすごいいろいろあります、はい、そして面白いのは例えばシュメールとかああいうところでしたらですね、黄泉の国に行くのにねだいぶ境があってね、その間にこう服を一つ取っていくとかなんかこうあの生と死の境がね我々はっきりするんです、はっきりというかそのあのここを通ってここを通ってとはね、イザナギイザナミの場合はポッと行っとるんですよで、ね、それは日本の特徴ですね、その生死の境目がものすごく融通無限に行ってしまうんですね。でところがイザナギが帰ってきてイザナミと言い合いになって石をボーンと置くでしょう、はい、あそこからやっぱりちょっと生と死を区別するっていうことが始まるんでしょうな、うん、キリスト教家庭天国と地獄に行くと煉獄という面白い概念があるでしょ。 そうあれがまたあれは何から来てるのかな、元来の原始キリスト教じゃないですね、まあ、後から出てきた後からですね、はいはい、それはあのやっぱりねあのゲルマンかな、人間の意識ということもそう関係してると思いますが、はいはい、やっぱりあの2つに分けられるとたまらんわけですよ。それはね、ちょっと物事考える人だったら大体自分は地獄行くと思うわけねそうでしょ、あんま考えてない人は、まあ、天国行くと思うけど、まあ、そのね考え始めるとこれじゃと、ね、なんかもう一つ間に何か持ってかんとですねこう収まらんわけですよ、はい、だからあれ物事を考えるやつがどうしても考えを完結させようと思ったら、はい、煉獄っていうのは作っとかないとね、と思いますねみんないろいろ苦労してますよ今日は命大切にしてますかというテーマでお願いはしてますけれども、はい、つまり何ですかね、そういうそのあんまり、うん、考えない方がむしろ幸せみたいな話が、うん、だいたいね、いや考えない方が幸せっていうのはないですよ。考えない人はね、その人は幸せですよ、はい、で周囲が非常に不幸になったりしますから、はい、だから考えるのはいいんですよそう結論を出すのが悪いんですよ。あのそう、結論を決めつけるのは悪い、ね、結論オープンだから生きてるわけです、命大切にっていうのはあの生きてるっていうことだから、生きてるいうことはその続けてるわけでね、終わらないわけですよね、その言い方はいいかもしれませんね。それを下手な人ほどパッと早くあの考えを決めつけてしまうね、そうしたらもうあのなんていうか生きていますという現在進行形じゃなくて、どっかで終止符がポンと来たりですね、でも
現代はまさにそのどっちかでどっちかでってはっきりしないとどうもすまん時代になんとなくなってしまう。あのね、僕はね、いくらかそれはね便利な感じもするの。ああ、いつまでもやもやしてんのかなね。どっかで決めといてという。しかしその決まってることをあんまり信じ込むと、なんかその決まることの方に自分が縛られちゃうから、まあこれは方便として決めてといてという感じ。これなんかゲラゲラ笑いながら死のような厳粛なことをして、僕河合さんと喋るといつでもね、なんか吉本みたいになるわけ、漫才ね。そうそう、厳粛に言うだけで。でもまあこれは大体死というのはあれ、厳粛と笑いとか両方あるのがいいんで、お葬式を厳粛にする代わりにお通夜の時は楽しくやるというふうにバランスが取るんで、今日はお通夜、お通夜、なるほど、お通夜で騒ぐという。お通夜にしては酒がないという感じですけど、すみません。ああ、そうですね、はい、そうだからやっぱり死というのはずっと裏にないとダメなんで、ずっとそれを持っていてもやっぱり厳粛だからこそ笑うという、そう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 、うん、そういう感じね、うんうん、そうですね。こだわりますが、そのお通夜というのはそのこれはあれですか、この国は無論そのさっきのもがりじゃありませんが、まあ、楽しくやるとしてですね、これは地球上共通の、いや、いろんなお通夜があります。ああ、だからそのお通夜のやり方もいろいろです、うんうん、あ、うん、しかし、まあ、あの我々が今やってるのはもう森さんが言う通りで、非常に悲しいというか非常に厳粛なものすごい事実っていうのを前にして、やっぱりその前にしながら我々生きてるわけだから、うん、その中であの楽しいやりましょうやってみたいな、そういう感じ。それから、ね、あのこういう経験もあんな、あの仲のいい友達が自殺したことがあって、はい、そういう時なんか友達に会うとなんか悲しいんだけど、悲しむよりは笑っちゃうのね。そうです、そうです、そうです。であいつ死によってとかいうような感じでね。、そうそうそう、それは非常にその友達に思いがあるんだけど、そうそう、思いがあるからこ そ逆になんかあのあれで笑っちゃうという、おっしゃる通りで、その思いを共有しながら笑ってるとかね、その中で思いを共有せんと笑うやつもためちゃくちゃ腹立ってくる。そうそう。ね、何ふざけてんのお前は、って言いたくなるんだけど、そう言ってそこで厳粛だから言って変な厳粛なこと言うとまた嫌になるしね。そうそう、確かにそういうのがありますな、うんうん、なるほど。あまり決めつけちゃいけないから、うん、聞き手としても、ね、決めつけて聞けないところが。しかし時間の方ははっきりしてますから、ここでケリがつくんですよ。おっしゃる通り、時間に今ちょうどあのニュースとか、はい、天気予報などお伝えする時間がちょうど参りました。この方ははっきりしております。はっきり、またあの例時代に一つ、このじゃあど、まあどう死ぬかどう生きるか同じことなんですが、どう生きようかどうしようかというお話を、続けていただきたいと思います。ちょっとお休みください、はいはい。